そうです、火曜日なんでちょっと日数だけ注意してください。クリスマス終わりにこいつが来ると、寒い冬をぶっ飛ばせ熱い男が冬にやってきます。今年も私ボス一体作らせていただきまして、去年はもうね、なんかもう鈴木 P みたいなボス作りやがってってもう散々いじられましたんで今年はあんまり僕らしくないボスを作ったつもりなので、一応僕なりには頑張って作ったつもりなので、ちょっとコツいるかなと思いますけどね、僕の作ったやつは、はい、コツ覚えたらクソダコなんで特性持ってます。楽しんでもらえたらいいなってところと、今回ちょっとねボスの出る順番とかちょっと例年通りじゃないかな、もうてか去年ぐらいから結構もう守ってないんで、何が出るのかっていうのはある程度予想しづらいかもしれないですけど、まあ来たら来たで楽しんでもらえればなってところで、バングレインが開いて、これはそうですね、いつも0時公開かな、まあお年玉バトルいつもなんですけど、なんかもしかしたらお年玉バトルもなんか高難易度作りてえなみたいなこと言ってましたね、スタッフが。お年玉バトルってその誰でも倒せるように作ってるんで、まあやっぱ弱いんですよね。ちょっと上級者用も作ろうぜみたいな話をしてて、うん、なんか報酬用意すっかっつってなんか今準備はしてる、はい、まあ書いてはいないですけど、また、ね、高難易度が一部入れ替わるんで、まあ、またなんかあのペット育成に最適 なんかお人が来るとか来ないとか。 P アバいじってねえなー、そろそろあいつも改良したいんだよな、うん、ワンチャン P アバ開かないかもしれないです、改良待ちみたいな、そろそろあいつもいじんないとな。でメインシナリオは一応更新予定ってことです ね海底のさらに下に行くんじゃないですか。深海、深海暗いよ。ピロシナリオできるかな、怖いよって。やめてください、うん、本当にですよっつってことで、ダメで、いや本当に一応あと書いてはいないんですけど、はい、ベネーナとかいるじゃないですか、レイド戦、はい、レイドバトルのマッチング機能をちょっと改良しようかなと思ってて、パーティー連結して戦うやつですよね。連結しないでのマッチングのこと。ああなるほどなるほど、あれが一人パーティーと一人パーティーで連結して二人にしかなんないみたいなのあったじゃないですか、はい、あれをちょっとロジック変更して、うん、なんかその一人の人はなんか4人にまとめてマッチングでするみたいな、うん、はいはい、だからみんながソロで突っ込んだらなんか知らんけど8人パーティーになったみたいなことにはなる予定。そうそう、まあ、ちょっと特殊条件ではまだ4人と1人になっちゃうとかも全然あるんですけど、まあ、なるべくちょっとそのマッチングしやすいというか、まあ、厳しいところをちょっと直そうかなっていじる予定です、はい、逆に言うとこれの機能が入ればもっとレイドボス増やせるんですよ、うん、結局なんかあのマッチング周りでどうしてもそういう問題が起きてたんで、ちょっと僕らもレイドボス作りづらいなっていうのは結構ずっと思ってて、まあ、もちろん4人だけで行くとか連結していきますって人ももちろんいるとは思うんですけど、やっぱり、うん、広く見た時にはどうしてもあれ稼いになったんで、ちょっとマッチング機能を改善してちょっと来年はレイドボス、まあ、イベントとかにはなるかもしれないですけど増やそうかなっていうのももちろんあるんでやっていこうかなっていうのもあるし、まあ、前も言ったんですけどそのギルドレイドみたいなボスをちょっとね、なんかワールドレイドみたいな感じで来年はやっていこうかなと思ってるわけです。あ、いつものやつですね、はい、なんか今日はアサシンのスキルが一部見れるかもしれない。お、いや、もう次のページもいっちゃおう。そうですね、まあ一応来年はこの辺やっていくよみたいなところっすかね、うん、2D の実験もそうだし、また新しいレジサイト作んないとなーっていうところもある。交換所まとめて後悔なー、雪合戦までに直して、はい、今ねあれなんだよな、一気にね、パーティー募集とかさ、バザーの方作っちゃってるからさ、はい、ちょっとね遅れてるんだよね。でも確かにそうだわ、うん、やんなきゃなってところっすよね。でそう、スキルに関してはなんか前も言ったんですけど、なんかその上げるものも増えちゃったんで、もうまとめようと思って一応3月頃、まあ、2月か3月頃に一応もう情報も含めちょっといろんなスキル触ろうって、もうこの木だからもう一気に触ります。そう、それでもうなんかもういろんな武器が対象になってます。もうまあ、範囲広がったというか。そうですね、まあ、利便性上げるものももちろんあるし、なんか下げて何か上げるみたいなのも結構増えてるんで、うん、なんかもうまとめました。大変そうというか、まあ、小出しにしないで1回でバーってやろうってだけなんで、その過程でいろいろとね変わってるよねってところと、はい、まあやっぱり、うん、OP なものいっぱいあったんで、うん、頑張ります。はい、お願いします。